ラザパ母フィルターやエフェクトの取り扱いの企画であり、GNU、LGPL 化でライセンスされている。Linux オーディオデベロッパーメリングリストの合意を通して、もともと Linux のために設計されたが、他の様々なプラットフォームで動作している。多くの無償のオーディオソフトウェアプロジェクトに使用され、利用可能な様々なラザパプラグインがある。ラザパは本質的には、 c 言語で書かれた1個のヘッダファイルとして実装されている。多くのオーディオプラグイン企画があり、最もメジャーで現代的なソフトウェアシンセサイザーやサウンドエディタは様々なものをサポートしている。最もよく知られている企画は、スタインバーグのバーチャルスタジオテクノロジーであろう。ラザパは他の企画の最大公約数的なものだけを提供する点が特徴である。これは、 規格の範囲が限定的であることを意味するが、この規格がシンプルであり、これを使用して書かれたプラグインが他のプログラムに埋め込みやすいということでもある。この規格は時間とともに少しずつ変化をしたために互換性の問題は滅多にない。ダシーはインストルメントプラグインを包括するためにラザパを拡張している。LV にはラザパを基礎とした後継規格であるが、 拡張を容易にしている。ありがとうございます。